まあ、ただ、がにちゃいはちゃいって、龍華。龍華は、8886の陰律といいますかね。世の若手からのが七五七とか、五七五七とかですね。日本の五七五七は三十一文字ですが、これ8886で三十五文字です。それで書いてる意味はですね、亡き人の愚粛に、しむないのくるぶという時期外れのみかんがで、のことしむない、しむなり、しむなりとか言いますよね。時期外れのみかんができたよ。それを指示もとだると人が大事にお守りをしているよ。このみかんは、恐られるように時期外れるみかんはですね、王様が60になっても後継ぎの子供ができなくて心配していたら、60過ぎてから後継ぎの王子ができた。それを側室が非常に大事に大事に育てているよ。その育てているその指示もとだるという、また側室は亡き人の神様と言われるぐらい綺麗な人で、心の優しい人だったそうです。で、沖縄ではですね、子供が生まれて1週間目に満山祝いで子供ができたお祝いを家族みんなでお祝い